3ヶ月ぶりですからね、ちなみに篠田さんは東京行くってなっても行く当てがないから篠田さんの家に泊まらせてもらっていいですか。ああ、それはやめてほしいな。深夜にかけたら篠田さん出てくれて、まあ、だからとかなんかもう本当にさ、弟みたいな感じだもん。じゃあよかったよ。しゅんさんはマジで超好きな世界さん。はい、始まりましたしゅんチャンネル。今日はなんとちゃんと冒頭はやってください。今日は、俺を見ててほしい企画第3弾ということで、俺を今日見ててくれる相手はなんと一回ホストを辞め福岡の工場に出稼ぎに行き、数日前に俺にしのさんちょっと仕事辞めたいですって言ってきたジャガー君です。辞めちゃいました。ジャガー君ですね。ジャガー君が今日カメラマンやってくれて、俺を今日食べてるのを見てほしい。今日あえて交代だと一緒の居酒屋、ああそうっすよね、一緒の居酒屋で撮ろうと思って、うまいもんという新宿の居酒屋に来ております。じゃあ今日は、まあ、俺を見せてるからこいつの闇を炙り出していきたいと思います。やめてくれマジで。とりあえずね、まあ、注文していきますか。もう食べた？いや、あでも食べましたね。昼に何食べたの？野草。あ、野草。俺のことは何だ。3ヶ月ぶりですからね、ちなみに篠田さんと会うのは。野草でしょ。やばいだろ。分からないんだから。なんでドラッケじゃないんだからさ。もう3ヶ月ぶりでもいじりが激しくなってきた。いや、マジでお前は本当にやばい。やばいっすか。やばすぎ。我ながらやばいっすね。ガチやばい。社会不適合者加減がやばい。本当に不適合者だよ。はい、マジで。やばいっす。まあちょっと、お酒ないのね。お酒ハイボール飲みたいです。ハイボール。じゃあ俺もハイボールにするわ。あれでいい？チタでいい？あ、チタで了解。ないな、チタない。え、ないですか？チタのハイボール普通の、なんでもいいですよ、僕は。じゃあちょっとお味噌汁を前回と一緒の実家のやつだ。お味噌汁まあね、しゅんさん営業終わりですね。営業終わり、それはね、飲みたいでしょう、ね。お前は俺は何終わり？僕は何もないっすよ。オナニー終わりでしょ。え、オナニー終わりでしょ。なんでやねん。仕事はしないけど、オナニーはするんでしょ。最悪やけど、ガスも出して金のかさがす。どんどん自己肯定感を失うこと言うなよ。今心を休めてる時だから、シュートさん人生の休暇ですよ。あ、今それなの？そうです。モラトリアム期間の人生の今夏休み中です。へぇ興味ないな、聞いといて。いいな。いや切実そうだ。疲れてるよ、しゅんさんも。しゅんさんすごいっすよ。だってザクライになってからほぼ毎日出勤みたいな。めっちゃ出てる。すごいっすよね。箱一売れてるし、今月1億いくのよ、売り上げ。え、マジっすか。そう、1500万円。で、10月で、まだ今年残り3ヶ月ある、うん、すごいっすね。これお通しです。で、これ下の、下じゃないわ、ハイボール、うん、はい、ブス撮りね、ブス撮り、ブス撮りね、テレビでよくやるやつだ。まあ、食っていきますか。食いましょう。いただきます。ジャガーさ、はい、俺の今日はさ、見ててほしいんだけど、ジャガーにいろいろさ、はい、聞きたいことしかないんだけどさ、質問していいですか？あ、全然もう、僕のね。ジャガーはそもそもさ、はい、なんで生まれたの？それはもう生命の話じゃねえか。あ、もう、哲学。人間の生命。それは受精したからね。僕が一番精神の中で早かったから。僕が誕生したんですよ。あ、誕生してしまったんだ。誕生してしまったんですよ。あ、それはもう、なぜこんなのが1位になったのか。確かに。いや、確かに。そこの業界いらねえよ、しゅんさん。そこは、いや、違うよみたいな。おもろいね。いい遺伝子だよみたいな、ないんすか。元気してた？まあ。元気はしてないか。元気してないか、今。元気してない。ここにいるんだな。でも、福岡の人はマジで、みんないい人でした。ほんと？僕にもなんか、辞めるときにはもう、新しい環境でも、ちょっと頑張るよみたいな。お前ちょっと真面目すぎてみたいな。え、辞めるときもみんな分かったの？
言ったっていうか、いやなんか辞めるときは2週間ぐらい仕事休んでて、その休むきっかけになったのも足怪我して、足なんか強めの捻挫して仕事できないみたいな、職場行っても僕なんかこう簡単なデスクワークみたいなのやって楽してるみたいな、まあ工場なんで、きついんですよ、最後。で、みんなになんかこう、ねたまれるじゃないですか。なんでさ、こう、楽してるのみたいな、捻挫ねみたいな。また普通だね。それでちょっと言いづらくなったのもあったり、あの僕も、真面目に仕事してんのに、こうやって怪我して、迷惑かけて、普通にしてるだけでも人に迷惑かける、どうしようもねえやつだな、みたいな思って。俺いらなくねみたいな考えて思い詰めたな、思い詰めて、でしかもなんか工場って誰でもできる仕事なんで、言っちゃえば別に自分じゃなくても周りはいくらでも言うから、やりがいがないというか、でやっぱ必要とされる場所に行った方がいいなっていうのは前から思ってたんですよ。俊さんが何回も誘ってくれたじゃないですか、じゃあカメラマン やれよみたいな言ってくれたりで、でも僕の中では何だろう、こう真面目に行きたいじゃないですけど、人間としてなんかこうちゃんとしたいみたいな願望もあったりして、もう馴染めるかなみたいな感じで昼食戻ったんですけど、やっぱりダメだ、やっぱダメだなみたいな、俺は本当に不適合者だなみたいな。俺は居酒屋に毎月さ、仕事飽きたって LINE 送ったじゃん、普通ぐらい毎月さ、で電話来て、もう仕事つらいですみたいな、いや仕事つらいですかあちょっとね、来たものをね一瞬ね、これです、これ何すかこれ、ラーメン豆乳おぼろ、あの揚げ出しの豆乳おぼろ揚げ出しどう、いやでも、はい、電話来たじゃん、はい、いきなり電話しましたもんね、大丈夫って言ったけど内心はい、やっとですか内心はね、あでもっと早いかなみたいな、はい、もっと早いかなと、ああよく耐えたな、お前みたいな人間は普通に生きられないから今日何もそんなん知ってるからまあ確かに俊さんが知ってるからガフね、気づいてますよ、普通に生きようと思いますじゃねえんだよどうせ無理なんかね、無理になんかその世間一般的な普通に収まろうとしなくていいんだよね、なんか多様多種じゃないですか、仕事とかね、生き方というか、別にそこにとらわれなくていいからみたいな、なんか育ち方も普通じゃない環境みたいな感じだと、普通じゃない環境じゃなくていいかなみたいな、遅っ、え遅い、気づくの遅い、気づくの遅い、僕何でも遅いんですよ、マジで25歳だってあんなにさ、はい、シックやめるときさ、ジャガージャガーって言われてさ、お前みたいな人間がさ、そんなないよ、絶対ないよ、あんなになんかみんなによくしてもらってね、普通にいられる環境めっちゃ良かったなと思います。でもホストクラブは戻んないでしょ、俺はまだホストはもうそうっすね、やる気にはなってないっすやっぱシュンさんとかエイトさんとかをこうよりね、福岡から冷静にこう YouTube だけとかで見るじゃないですか、見てて思うのはやっぱりホストクラブというか売れる人ってやっぱ完成されてるなみたいな、外見も中身も全て完璧な人がやる仕事だなみたいな思うんですよ、だから商品じゃないですか、僕とかは逆に自信がないから、なのにやってる意味が分かんなかったなみたいな思ったんですよ、だそのなんかやりながら完成していくんじゃなくて、完成してる人がやる仕事だなって思ってそうだって俺は最初そんな感じされてないよ、まあもちろんね、その新人がこう成り上がっていくみたいなやり方もあると思うんですけど、めっちゃ効率悪いと思うんですよ、実際まあそれは完成されてる人がやるのとは、はい、時間がかかるかもしれないけど、ホストやったらさ、自分が商品になるわけだから、はい、自分をさ、はい、いろんな意味で、それ見た目とかじゃなくて、はい、見せ方もそうだし、まあそうですね、振る舞いとかをさ、
意識すべきだ。そうやってこの仕事やってるから磨かれる部分が結構あると思うけど、まあまあまあそうですね、働いてみて気づくことももちろんあると思うんですけど、その世界です。結局なんか そこというか、どうしてもなんかこう売れない時期があったりするとね、自信がなくなってったりとか、でもちろんそのお金もね稼げなくなったりとか。ありがとうございます。ハイボール2杯目いただきます。じゃあ、ラッツさん、はい、その話の時なんだけど、それ電話がかってきて、いや、しゅんさんも辛いですと。じゃあ、俺がじゃあ、戻っといてっつって、はい。職場の人間関係があったと。で、しゅんさんの家に泊まらせてもらっていいですかと。これじゃないで言ってました。行き場所がないから、とりあえずつなぎでみたいな感じで、ね。なんか、僕、派遣なんだよ。仕事辞めるってなったら、マジでもうすぐここの今住んでるとこ出ていかなくちゃいけないんで、東京行くってなっても行くわけがないんで、しゅんさんの家に泊まらせてもらっていいですか。ああ、それはやめてほしいな。すごい即答で得意気味に聞いてる。ああ、それはいいんだね。不要で俺行って、ああやっぱそうっすよね。荷物が結構あるんで、俺荷物段ボール置かせてもらっていいですか。いや、それもやめてほしいな。いやー、まあね、ダンボールどのくらいの、5、6箱ぐらいやったらやめたしな。で、結局、うん、ホテルぐらいすればいいじゃんってさ。いや、そうだね、言ってもらって。お金がない、なんで怒らないって。お前普通にこの地方でさ、手取り30ぐらいさ入ってても、あれ3ヶ月経つってあるだろ。実はしゅんさん、僕3ヶ月やってましたけど、そのうちの1ヶ月やんでて仕事ほぼ出てないですよ。でね、しゅんさんからね、お金借りてね、もうホテル暮らしみたいなね。なんで、じゃあいくら必要なのっつって、そのいくらって言わないでさ、いやーとか言ってた。10万あればとりあえず何日か生きれるっつって、あ、10万あれば生きれます。じゃあ今度教えてっつって、10万振り込んで、だからは今東京のなんかどこ？アパホテルっすね。アパホテル。河原町のアパホテル。どこやん。浅草っす。浅草の近く、はい、その辺のアパホテルで生きてます。救いの手も差し伸べてもらって、でその後に、いや俺しゅんさんとは一緒に働いたら成り上がれる気がするかもしれない。お前マジうるさい。一言一句出すやめて今。ゴミやお前。マジで金魚の雰囲気になりやがる。俺は勝手に頑張ってるけど、お前、しゅんさんと一緒に成り上がれる。いや、そりゃそうだ、俺が頑張れば成り上がるよ、お前。お前がやるよって。実際そうっすね。まあでも俺はジャガー好きだし、一個言ったのは、ジャガー本当にお前の人生の中で一番幸福なことは、俺と知り合いのことだねって。いや、本当そうですって。いやもうね、お前の生活保護してるわ。間違いない、生活保護されてる。まあでも俺は嬉しいけどね、お前がまだどう思うてくれて、どんな形であれ。ホストやなになったら、いやホストはちょっともう疲れちゃう。僕はあの恵比寿とかでバーテンやりたいですと。何お前カッコつけてんの。恵比寿でバーテンじゃねえんだよ。うるせえよ。でも最初はあれっすね、しゅんさんのカメラマンでバイトみたいな、ちょこちょこやらしてもらって、ゆくゆくは、まあ、その本業にしてみたいなね。まあ、編集を覚えてくれればね、そうですね、ちゃんと給料払えよ、最低に、最低に10万払えば。もう、まあ、人並みに暮らせますね。暮らせるよ。いや、そんな別に派手な生活を求めてないし。まあ、そうですね。20万あれば十分にやると。僕も何を求めてるか分かんないですね。お前はもう、あれでしょ、生きがいでしょ。生きがい。マジで生きがい。なんかそのお金持ちになりたいとか、そういう願望が薄いから多分ダメなんでしょうね。うわぁ、謎のピース。腹立つな、マジで。先に当たってほしいな。お前が当たるよ。いただきまーす。ありがとうございます。これはうまい。これはうまい。カロリー爆弾しちゃおう。カロリー爆弾です。うまそうですよ、これ。
これめっちゃうまそうじゃない。いやこれ一番うまそうっすね、マジで。麻婆豆腐ナス。麻婆豆腐ナス、元中華料理屋でバイトしてたから麻婆に。そうなん。そうっすね。そこしかも潰れちゃったんですよ。そうなの。でもそこも僕もスペギ号社のバイトの中で結構続いたバイトで。お前はなんでそんなさ、すぐあれなの、人間関係になっちゃうのかって。なんでしょうね、本当になんかこの人好きだなって人が見つからないと多分僕はいられないですけど。ありがとうございます。豪華です。生ウニ、これはすごい。好きだなっていう人が見つからないと職場に一人はこの人めっちゃ尊敬できるわみたいな、好きだなみたいな、考え方好きだなみたいな、そういう人が一人いたら頑張れます。他人依存じゃん。いや多分僕なんか人に興味ないとか言ってるんですけど、でも実際には超寂しがりやん。すごいわかるよ。本当ですか。寂しがりじゃん。全部バレてるじゃん。俺のこと全部知ってる。ドネーズさんすいません。だるキモキモキモ気持ち中年なすよ。寂しがり寂しがりでしょ。いや寂しがりですね。自己肯定感低いやつは、はい、結構そういう嫌いがあるもん。そういう傾向という傾向というか、好きな人がいないとみたいな。他人依存で自分の価値を自分で決められないみたいな。しゅんさんはないんですか。俺は自分の価値を自分で決めてるから。決めたらもう強いみたいな。俺がいるから世界が動いてると思ってる。とんでもない。マジでかけ当たる。いつも、はい、あ世界にどういたしますって言ってる。それぐらいでも突き抜けたナルシストじゃないですけど、なんかそういう人といたら自分も明るくなりますよ。すげえなみたいな。大事っすよね、やっぱ本当接する人は大事やね。職場の一人なんかおじさんがよくしてくれる人がいて、なんかそういうおじさんの誘いとかにも乗っかったりとかして自分なりに頑張ってみたんですけど、もう話すと愚痴しか言ってこないんですよ、まあ、愚痴しか言わなきゃだよね。だからなんか一緒に楽しくないなみたいな。それはやだな、愚痴しか言わない人は。それでなんか息苦しかったっすね。仲良くしようとしてもこんな苦しいのかみたいな。いや、それは相手がそうだ。相手が悪いよ。相手が悪いのか分かんないですけど。だから絶対続かないと思っても、やしによく言ってないと思っても。さすがっすね。自らも修行の道に行ったようなもんだよ。まあまあ。あの時はなんか、一刻も早く歌舞伎町から離れたいみたいな気持ちがありましたね。まあ、歌舞伎町自体は、なんか汚い街だけど、そこにいるさ、人はさ、あったかいですよ。まあ、確かに。フルカラです。フルカラです。うまそうです。絞っていいですかね。絞ってください。はい、あの、いくって、はい、うんちくおじさんのまで、うんちくおじさん。レモンの皮目を下にした方が、はい、海出るんだよ。今言ったこと忘れてください。うんちくおじさんだけど。どっちでもいいよ。自分で答え出しちゃった。やっぱ、久しぶりにしゅんさんと話したら楽しいですね。当たり前だろ。なんでね、3000万プレイヤーだから。マウント取ってくんじゃねえ。気遣うわ、ジャガー。ジャガーがやまれん。言葉選ぶわ。はい、乾杯。乾杯です。環境大事だからね。うん。マジで、生きてる環境。環境が一番大事だと思うよ。しゅんさん、でも、ちっちゃい頃から環境良くないですか？家族とめっちゃ仲いいし。環境でもその俺は家族は公務員とかをいわゆるさ一般的なレールを求められたからすごい。うん、いやそういうのやったけどね。ああなるほど、うん、そういう一般的な成功の道みたいな決められてみたいな。だから親も教育熱心で進学校入れられて公務員になってみたいな感じのが親は理想だと思うよ。いいですね。僕は逆に超公認家庭みたいな、うん、好きにしなさいみたいな感じでしたね。ジャガーが生まれちゃったからね。なんだ、俺をディスんないと。オンギャー、ダメだ。ダメだ。1年もかけて腹痛めたんです。おもろいだ。そんな一瞬で思う。うん、しょうがないな。ウニの踊り食いします。うん。
海の味する。いや、そりゃそうだろう。いや、いいな。なんか久しぶりやって頑張ろうと思いますね。マジで。はい、お願いします。ありがとう。編集覚える？いや、それはね、そうですね。まずてか、編集用のパソコン買わないとじゃないですか。調べたんですけど、結構それなりのスペックないと動画送ってもらって時間かかるからみたいな。はい。見ましたよ。もう買ったけどもいいんだけどな。だからでもさ、すぐさ、はい、いや、しゅんさん、俺向いて、向いてないとか言われたらさ、俺、いや、そうなんですよね。これはそうだ。僕も、僕もそうなるの怖いから。だから自分で、ちゃんと、何自分で稼いで揃えて、やりたいなみたいな。そのガッツは見せてほしいなと思うよ。俺に音分だから全部さ。いや、そうっすね。なんで僕も、自分なりにあるんですよ。しゅんさんが、何でもこうね、言えば許してくれるけど、そこに甘えすぎるのは良くないなって。なんかもう本当にさ、はい、もう弟みたいな感じだもん。マジですか？なんか許し、嬉しい。許しちゃう。俺のことくどいてきてる。なんだかんだ許しちゃうから、それは良くないなと思うんだけど。いや、そう。しゅんさんってな、とりあえず許してくれるから、言ってみようみたいな。自分のね、傾向的にもそういうのに甘え出すと止まんなくなっちゃうっていうの分かってるんで。そこは一線オフじゃないけど、した方がいいなと思う。おさめしじゃ今日も。最近、しゅんさんの真似して、銀さんとかも YouTube 始めてますよね。だからなんかみんな始めてるね。椿さんとかも。すごいっすよね。うん、SNS 集客の第一人者みたいになってるじゃないですか、クラブの。いやでも椿とかすごいと思う。椿さんすごいっすね。めっちゃまめに毎日やってる。そう、あれはすごいと思う。大変だったね。どうせカメラマンいるんだったら、しゅんさんの一日デート動画とか、カメラマンいるからこその撮影したいですよね。恥ずかしい、恥ずかしい。キモくねは何歳だ。恥ずかしくない？恥ずかしい。ジャガやってよ。いや、なんでやねん。しようねえだろ。なるよ。ジャガと浅草デート。うん、確かにマスク取ってない、取ってるね。取ってます。すごい。しゅんさんと言うときは普通にあれじゃないですか。まあ俺と、うん、確かに。そういうのもちゃんと客観的に見える人じゃないとね。俺がジャガーいじっても使ってるから、ね。ジャガーは、いやこれしゅんさん俺もいじすぎて勝ったしよ。そんな姑息なことしないですよ。さすがに。僕もちゃんと客観的に見て面白いなと思ったんですから。本当か？お前こそこの人間だから。YouTuber はもう伊達に見てないですから。これこれ株下がるから。企画内容とか考えないとですね。しゅんさんの 品格が落ちないような。品格。一応こんなんでも好きなやつがいるじゃないですか。あ、間違えた。まあまあね。こんなんでもないよな。そうね、しゅんさんのことをね、こう尊く思ってる人がいるから、うん、ちゃんとやる企画みたいなのは考えないといけないなって思います。はい、はい、ハイボールとウーロン茶です。乾杯。乾杯です。リンキャが酒久しぶりに飲んだから盛り上がっていっぱい飲んでる。いやー、美味しい。人と飲むお酒ってこんな美味しいんだ。染みるわ、マジで。染みるわ。マジで福岡って飲まなかったっすね。相手がいないとね。一人飲みあんましないし。そうっすね。ラーメンです。ラーメンと普通麺です。お前を店ラーメンにしてやろうか。麺伸びろ。しゅんさん質問いっぱいあるって。そんな僕に質問しなくないですか。あるだよ。あります。工場でさ、どういう作業したの？工場で、なんか車の下のエンジン縫い付けた。車の下のエンジン縫い付ける。下から、なんかこう、自分の身長ぐらいの高さに車が吊り上がってるんですよ。そこの下に貼って、エンジンこうウィンウィンつけるみたいな。面白い。いや、面白くないです。面白いわけがないでしょ。なんでやった？なんでやった？なんでやったか。稼げるから。そのさ、はい、普通の仕事中は、はい、そのほぼ払わない人と他の人と。いや、僕はなんか2人1組のなんかちょっとこう難しい作業というか、
こう連携取んないといけない作業みたいな感じで毎回あっち向いて掘るじゃないですか。全然違えよ。そんな会社じゃないわ。あっち向いて掘るよ。かき声で、もうエンジンを一緒に持ち上げる作業みたいな。違うんだ。そういうので勘違いしたわ。一緒にこう掛け声交わしてみたいなのがありました。掛け声？グイ。グイ。グイグイ。グイグイ。グイグイしか。やべえな。ホストに独裁。じゃあその仕事も最初はこう必死にやってたんですけど、慣れてくると考える余裕があるんですよね。ああその時に、まあ、そこ最初の仕事を最初だけど、そう最初の仕事をこうね目の前の一生懸命やらないと間に合わないみたいな、うん、でも慣れてくると余裕があるんでだんだん考え事知らせてたら何やってんだろうみたいな俺はこの社会の歯車のロボットとして生きていくのかみたいな考えて、でもみんなこんなつまんない仕事も家族や恋人のために頑張ってるのに俺は自分のためで虚しいなみたいないやそうなんです。話してても本当、まあ、言い方してたけど田舎に行けば行くほど結婚してたりとか同棲してたりとかすごいなんかこう誰かと一緒にいるみたいな人が多いんですよ。でその中で僕一人で別になんか家族のためとか恋人のためとかそういうのないのに何やってんだろうなみたいなよりそこで孤独を感じたんですよシンプルに孤独だったのに、はい、会話によって孤独がより浮き彫りになったみたいな。いそうなんですよ。周りの人はみんな守るべきやつがいるんだみたいな。なんかみんながしかも優しいそういう心の余裕があるのも家族とかそういう大切な人がいるからなのかなみたいな。より思いましたね。東京歌舞伎町にいる時よりその思いました。歌舞伎町にいる人って結構寂しい人が多いじゃないですか。まあまあそうね、だから一緒だと思ってちょっと安心するんですけど、なんかそういう遠いとこ行くと、あこれが世間一般的な何形なのかなみたいな、そのなんかギャップが自分はすごすぎてダメでしたね。そこ？そこもありますね。いろいろありますよ。言ったら止まんないですありすぎて簡潔に言ってよ。簡潔に？でも一番はそういうとこですかね。なんか大切なものがあるかどうか。大切なもの、はい、大体の人あると思うんですよ、うん、恋人、家族、うん、お父さん、お母さん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹とか、うん、なんもないっすもん、うん、家族とももう6年ぐらい染めて妹もいるけど妹にも何かしてあげられてるわけじゃないし、なんかすればいい。ああそうですね。そうそうしたいなと思いますけどね。まず自分がしっかりできてないから人にやる余裕がないとか。まあそう関係ないけどね。自分がしっかりしてるから人に何かをできないとかじゃない。しっかりしてないから。そこは別に自分がしっかりしたらしっかりと関係ないけど、してあげたいと思ったらするばっかりだし。いや妹にはしたいですよ。なんか同じ。苦労した環境じゃないですけど、しかも女の子だからこそね、より幸せになってほしいなみたいな。男だったらいくらでもこう、いやそんなできるじゃないですか。手紙の一通ぐらい書けばいいじゃん。まあ、それは十分じゃん。持ちのもんで。いいこと言った。しゅんさんも兄弟、お姉ちゃんでしたっけ？姉ちゃん。で二人兄弟ですよね。お姉ちゃんとしゅんさん。みんな見てる。お姉ちゃんが。家族がすごいですね。でなんか YouTube の感想みたいに言われるんですか？めっちゃ言われる。あれ良かったよとか、あれはやめた方がいいんじゃないとか。気になるな。その家族間でその評価。LINE で送られてくる。何が評価があるんですか？ローランドさんにタメ口はやめた方がいいとか。めちゃくちゃ真面目な視点で見てるな。そうそうそう。ジャガー帰ってきた祝いの金目鯛ですね、これは。ね、裏目にしたい、裏目に。何ですか？ああ、いいっすよ。レモンは皮目から絞るとめっちゃ果汁が出るんですよ。2回目のうんちこうじさんだ。シュウさんが絞ってくれてます。はい、ジャガー、あーん。あーん、ジャガー、あーん。こっちだわ。ジャガー、あーん。あーん。はい、クソで。まあ、で主に人間関係が嫌になって、うん、やめたん。そうですね。
なんで俺のさ、はい、仕事好きすぎてるさ、LINE にさ、はい、スタンプで書いたの。そん時は、もう誘惑だなって思ったんですよ。誘惑だな、これは。一つの罠だったと思ったんですよ。ここで甘えたら俺はダメだと思って、ああ、でスタンプで終わらせたんですよ。確かにスタンプだけは良くなかったかなって思いました。まあでも今はね、もう東京で働いて、いつでもね、しゅんさんも手伝いができるみたいな環境だったら耐えて頑張れるかなみたいな。でももうホストは戻んないでしょ。ホストはマジで戻んないです。なんで？なんでホストもちょっとやらせようとしてるんですか？ああ、理由って言ったやつ、シンプルに理由ですか、うん、僕多分そんな不特定多数と深い人間関係築くの向いてないんですよ。ホストってあとお金使ってもらえば使ってもらうほど人間関係ができてないと使おうとなんないんですよ、まあ、そうだね、うん、女の子はしかも男より全然賢いから、そういうお金のね、大金とかだったらより考えるわけだし、それ僕みたいな、こうちゃんとこう人間関係築けない人がやるような職業ではないなと思う。うん、その通り。納得しちゃった。だから僕はなんかそのヘルプがね、人気あったって言ったらあれですけど、ヘルプぐらいの距離感がちょうどいいなというか、うん、だからなんかバーテンとかそういう飲み屋さんのちょっとした店員さんとかね、そういうとこがいいんじゃないかなって僕は思ったんですよ。なるほどね。それが主っすね。それは確かに勢いあるかもしれない。どうしてもなんかね、ホストって人との距離感が近い仕事だから、近い分なんだろうね、その感情のね、振れ幅もなんかでかいじゃないですか。嬉しいこともあれば悲しいこともあるみたいな。それが僕的には辛いなって、だからやりたくないみたいな感じです。感情の起伏がこうなっちゃう。感情はね、そうっす。楽しい時は超楽しいけど、辛い時は本当に辛いんで、まあまあ、それをもうね、辛い思いしたくないみたいな。こっちで何の仕事して決まったの？仕事は。仕事は決まってないですけども、水商売系ですね。東京秘密基地。なんでやねん。え、そう、え、そうじゃん。商売じゃないでしょ。そうじゃん。東京秘密基地は水商売じゃないでしょ。え、風俗。なんでやねん。僕はもうバーテンか。バーテンか。バーテン？ジャガーが？なんかの内見さん。何飲むんですか？何、どういう気分？やっぱした気分？マリブコート。この人雇わないでください。転職したら。お願いします。仕事はね、ずっとするわけじゃないから、まあ、何でもいいかな。うん。まあ確かに。でもなんか夜系かな、みたいな。歌舞伎町に疲れる人いますよね、結構やっぱ。お前じゃん。俺や。最大の人間だ、それ。人の感情が激しい街ですからね、本当に。逆に繊細だと辛いと思う。ね、そうそう。繊細な人間。もうマジで気にしいというかね、何でも気にしちゃうから。自分のね、特にホストとかって指名の子は一番気になるし、まあ、ヘルプでもなんかね、担当さんとうまくいってなかったら普通に心配するじゃん。どうしたらいい？めっちゃいいやつや。お前いいやつだ。なんで担当と揉めてんの？人とかのね、子とかいますからね。めちゃめちゃいいやつや。そんなこんなでじゃあ人間関係に疲れて、どうす、東京に戻ってきて、もともとさ、やめようって思ったの？それはさ、俺に連絡関係なし、はい、戻りたいなみたいな、仕事辞めようかと思ったの？まあ、それはずっと思ってました。ただ言うタイミングというか、どう伝えればいいかなを考えてて、で、辞めてどうしようかなって考えて、あ、しゅんさんがいるわ、電話してみよう、しゅんさんに。でもそうっすね、なんかその時ふと、あ、しゅんさんに電話してみようみたいな思って、これ出なかったら行くかみたいなみたいな感じでかけたらすぐ出て、ど深夜だったけど、深夜2時ぐらい、ど深夜、そうっすよね、2時ぐらい、あんな2時半とかね、深夜にかけたらしゅんさん出てくれて、まあ、だからだったかね。それもなんか普段俺電話切れるだけね。そうっすよね。何みたいな LINE とかで絶対引き返すやつ、電話とか切って、
そのわざわざ出てくれたのもちょっとなんか心配してくれたのか。死ぬ前の電話かな。いやでもね、本当に1ミリぐらいそう思ってた。死ぬ前の、しゅんさんありがとうございましたみたいな電話かなと思ったと思ったよ。そしたら、しゅんさん言って止まってる。お前、ちゃんとクズだ。キモいから、気持ち悪いからあんまこういうアピールしたくないんですけど、本当死にたいなみたいな、しょっちゅう思ってた。まあ言ったね、必死になるんじゃないけどね。ただ死ぬ勇気がない。まあそう思う人は多いと思うよ。なんで自分生きてるんだろうみたいな。俺もあったしね。でもこう必要としてくれる人がね、いる分だけマシじゃない、お前。いや、間違いないです。思いますね、こういう空間もあるだけまして本当に孤独なだったらさ、いい感じにいじってね、ちょっともう自分の振られたくないとこもこう話せる関係というか、しゅんさんマジでこうこれ以上の人出会うことないなって、本当にこれはマジで思います。普段ねこう言ったりしますけど本当にマジで尊敬してるし、しゅんさんなんだかんだ、まあ、なんだかんだ優しいし、優しいし、まあ、ちょっと調子の音があるけど、優しいし、すげえ中華系頼むじゃないですか。これがあのうちの趣味です。チャーハン。そう。ここのチャーハンは16国米です。すごい黒いチャーハンですね。チャーハンだけどちょっと健康気使ってるみたいな。何やねん。チャーハンで気使うだもん。もう諦めでもマジでうまいもん来たら絶対これは頼む。うまい、うまそう。だってこの店、はい、うまいもんだから。今のカットしてくださいね。うん、うまいもん。まだ言う、うまいもん。しゅんさん基本も一個なんか言い出したらちょっとしつこいのよね。意地でもやる。確かにな。俺もさ、はい、なんか死にてえなみたいな思った時長いし、まあ結局思うのは、生きてるなんとかなるよ。人生どっからどうかあるか分かんないし、生きてるなんとかなる。しゅんさんがいいレースよね、うん、死にたいと思ってからここまで成り上がってくるか。本当思うよ、生きてらね、なんかちゃんと日本だしね、治安もいいし、とりあえずなんとかなると思う。なんか変に一人で思い詰めてほしいなと思う。確かに。どんな映像の人も多いんじゃないですかね。それ多分。いや結構ね、だから。優しい人多いから。俺のさ人生とかもさ、お遍とかさ、しでさ、それ見てめっちゃ人生相談すごく DM で。最初の道は返したけど、今もうなんかもう DM が多すぎて返さないけど、まあ、ちゃんと見てるけどね、目は通すけど。そういう大変なんだな。問いかけ動画もいいんじゃないですか。問いかけ、人生に悩んでる人へみたいなタイトルです。でしゅんさんもおいたしとか、おい投げ銭しろって、とんでもねえ。それは追い打ちだ。いっぱい多分今の世の中って SNS で成功してる人が簡単に見れる分、自分なんて多分思っちゃうんですよね。僕がそうだから、そう思ってる人多分いっぱいいると思うんですよ。まあね、一部だけど成功なんで、そういうのに対してね。でもよく言うけど、その成功してるまでにめっちゃ失敗してるからみんな大変。そうですね、先生なんていいとこしか寄せないですからね。失敗した数が多い人ほど成功確率が高いと思ってるから、だからもう脱臼に立って空振りでもいいから、とりあえずバットを振り続けるのが大事よ。何でもいいから、そうですね、挑戦することは大事ですね。空振りして強いなとか言われても、言われてるうちは別にいつかホームラン打てばいいんだろう。それが40になる50になるいつでもいいんだよ。むしろ打席に立ち続けたら、勝手にその立ち続けてる時の方が振り返ってみたら人生はなんか充実してるんだよ。で諦めてどうせ打てないよって言ってベンチに聞こまったらうつうつとしちゃう。何でもいいからやった方がいい。それはめっちゃ身近なことでもいいね。だから最悪だからさ、何でもいいと思うんだよね。俺が
めっちゃ病んでる時にすげえ救われた言葉があって、身近な人のがありがとうって言ってくれるんだったらとりあえずハードル下げてやってみようみたいな。なんか俺はとりあえず親にあの食器洗ったりとか、おにぎり握ったりとか、かわいい、ありがとうって言われるじゃん。そういうのでいいんだよ別に。それでいきなりさ月収何万とかさやるとやんちゃうから、そういう身近なところからやって自分に自信つけろ。そうそうそう、でいいね。結局お金稼ぐのもそのありがとうの範囲が大きくなって影響力の輪が広がったら結果的にその結果を残せるだけだから、でも身近な人が幸せにできないとはいつかはこの SNS でやっても張りぼてで崩れるから、結局ホストも SNS でこうどんなビーフにしてもホストの指名で人を幸せに楽しいという空間を作れないと最初はいいかもしれないけど、そうだね、すん大事よ。半径5メートル以内の人を大事にする、そこを履き違えない方がいいと思います。ジャガーも考えすぎ、お前考えすぎ、マジで影響されやすいんだろう。そうですよ、いい意味でも悪い意味でも影響染まりやすいというか、だから変な人が周りにいるとそっち引っ張られるし、そうっすね、俺みたいなやつが言うと逆にやめるやつ、どうせやめるよってあんだけ言ったのにトンテチとかもエイトもさ言ってくれたのに、みんな言ってくれた、まあ、でも自分でちゃんと心の底から理解したからこそね、やがましいわそうじゃないですか、なんか人に言われて納得できないことってあるじゃないですか、ね、まあそれはそうだけど、それをちゃんと自分で噛み砕いてちゃんとやんでちゃんとやんでちゃんとやんでやめてきて、そっちの方がいいと思いますけど、ちゃんとそっちの方が吹っ切れてやれるなって思いますけど、まあ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 、それはある。僕もちょっと必要な時間だったんじゃないかなって思いますけど、うん、逆にじゃあ早いね、決断が3ヶ月なんか早い3ヶ月で僕も幸せをねちゃんと感じられるようになったらいいと思います、ね、確かにみんな喜ぶと思うよ、嬉しいっす。ジャガーが本気になってんじゃん、本当っすか、誰も知らないですか、言ってないね、言ってないですか、まあおいおいね、従業員ともちょこちょこね会いたいっすね、みんな飲み行くってほんと思うよ、意外にお前が思ってる以上に愛されてる。本当っすか、嬉しいな。いやみんな普通にいいやつっすよね、ジャガーだからと思うよ。本当っすか、なんかそんなだ特別ね、いやなんか無駄になんかさみんなと仲良かったじゃん、まあ仲良かったっすねみんなと、あれなんか送別会見てもさ愛されてたの思うよ、結局そうよ、お前やっぱ必要とされてるところにいるべき人は需要があるところ、いや嬉しいマジで、需要がない工場にいたらやめそう、まあまあだけ言ったのにまあでも早かったね、帰ってきたんでね、これからまたお願いしますよ、まあこれからまた改めて頼みますか、飲むかじゃ俺もハイボールで、ハイボールで、しゅんさんの何がいいってこうふざけられるし真剣な話もできるみたいな、うん、ああ人ってなんかどっちかしかできないんですよ大体の人って、はい、まあ、え、ソコピ、え、ソコピすげえ具体的な感じソウゴさんは確かにねこうはっちゃけてる分には楽しいけど、病んでる時に話したらちょっと鬱陶しいみたいなところはありますけどね、でもソウゴさんからでもねあの元気な感じもらうのもありますけど、確かにソウゴさんのそう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 チャンネル始めてるから知ってる、知ってます、知ってます、 LINE も来ましたもん、ね、そうもう飛んだかみたいな飛んでないわ相変わらず LINE でもいじってくるありがたいですね、ありがたいですね、 LINE 来るだけ、何回目か分かんないけど3倍目だね、じゃあ俺は2倍目、普通に飛んでも戻ってきてほしいですよ、俺だって最初のポストも飛んでその日に戻ってきました、いやあれはネタじゃん僕はこのお店に必要ないと思います
僕最初ねプラチナ本店からねポスト始めたんですけど、営業中に飛んだんですよね。営業中に面白いね、飛ぶ営業中に。なんかその時同期のロミオが僕より先になんか同じぐらい入店日だったのに先に初回ついててみたいな、それが悔しくて俺なんでつけないのみたいになってムカついて飛んで黒崎さんに呼び止められてもらって戻ってきたっていうね、超茶番な飛び方したみたいな。茶番です、ね、そんなこともあるから戻ってきてほしくないですか。まあ、戻ってきてほしい、嬉しいけどハーデス戻ってきたら可愛がりますまた。お前がいるよ。ハーデス戻ってこい。聞いたかハーデス。お前もじゃあホストやれよ。それはやんねえよ。それとこれは別だよ。ハーデス、俺一番めっちゃ上からになるけど、いいなと思ってましたけどね。まあ俺も思ってたから、ああやったけど。かっこいいし、中身もちゃんとしてるしみたいな。そうね。トータル2年半とかやったのに賞金50超えたの 3回ぐらいしかなかったですからね。向いてない。やばよくそんな戻そうとした。向いてない、向いてないですよ。ヘルプが一番向いてる。いそうなんだ。ダメなんだ。ヘルプうまいよね。でもねヘルプじゃ稼げないから。ガチでヘルプうまい。ホストクラブはキャバクラと違うんですよ。まあそっか、キャバクラだとね、まあヘルプでね、稼げたりもするけど、ポスターマジで指名じゃないと思う。給料ダメなんだよ、ね、関係ないもんね。関係ないし、でそういうヘルプのね、存在価値のあるなんかシステム作ってほしいですよね。あそうなったら結構お店としても良くなりそうだし、来てくれる女の子も楽しめるしね。でもジャガーレベルでヘルプできるとあんまりないけど。急に褒めてきたよ。俺だけ俺のことディスってた。いやいや、マジでいないのまま。嬉しいっすね、それは。なんか、シュンさんを選ぶからこそ、この子もいい子なんだろうなって思います。シュンさんのヘルメットが。なんも僕、気使ってないっす。普通にいい子だから、サクサク仲良くなってみたいな。もうなんかさ、親とかにも言ったの、ポスト辞めたって言ってからの、派遣行ってからの、派遣も辞めるって言ったの。親に何も言ってないですよ。親とだって6年ぐらい連絡取ってないですよ。親いるの？親はいますよ。なんで生まれたじゃん。親いなきゃそんなにないの。草の光合成とかでも。やばいよ。これ植物かな。植物人間。でもなんかさっきさ、一瞬さ、いわゆる泣きそうだと思う、年だから。泣きそう、何の話ないですか。ジャガーが戻ってきて嬉しいなと思って。本当っすか。動画だから来られてください。何急に。何この、いやでもリアル泣きそうだった。下げて普通になんかでも、死にはしないと思うけどさ、立ち読みするタイプだから。止まんないっすね。なんとなく分かるもんな、気持ち。俺も不満ないし、病んだら連絡とか遮断しだすんで、一番立ち悪いんですよ。その学生の中学校の頃の親友とかもずっと絡んでる仲だったのに、連絡結構無視してますからね。でもなんかさ、俺もその気持ち分かるけど、嫌いなわけじゃないじゃん。いや、そうなんですよ。自分の問題なんだよね。自分の問題だし、なんかそういうね、自分が好きな人だからこそ、そういう面倒なことになんかこう巻き込みたくないと思って連絡を取らないみたいな。ああ、自分が何の気遣いというか。そうです。僕何を気遣ってみたいな。しゅんさんにはなぜかこう、相談しようかなと思いました。まあ、金持ってるから。そのだけじゃないですよ。まあ、もちろんありますけど、人間力が深いじゃないですか。本当に僕、しゅんさん以上に人間力深い人いないですけど、しゅんさんはちゃんとこう客観的に見てくれるじゃないですか。まあ、利害関係がないっていうのもあるよ。そうそう、利害関係がないし、じゃあどんだけやめようが仕事やろうが関係ないし、俺。そうですね、やめても別に止めないし、いいんじゃないってこう肯定してくれるし、そうね、そういうのもありますよね。最近マジさ、涙腺がすごい緩いんだよね。涙腺緩いですか。今泣きそうなんですか。泣きそういますこうアップにしよう。アップ、いやだって泣きそうよ。泣きそうなしゅんさん、本当にこれのさっきとかのさ、後輩がさ、嬉しくてよかったなと思う。いや、そんなん言ってもらえるのマジで嬉しいです。
いや、確かに。本当に泣きそうや。本当に泣きそうで気まずいんだけど。最近まで本当に。いや、嬉しいっすね。実際がいるんですよ。これは、最高も取れ高よ、これ。泣いちゃった。そうね、実際がいるね。最近は。高まった人はさ、ガチで泣いてる。ガチで泣いてるやつ。じゃあよかったよ、思ってきて。ありがとうございます。キモ。いや、マジで。マジ泣きですか、ね、俺もいじれないよ。さすがに。いや、もう、年だね。いや、ありがたいっすね。シュンさんはマジで超好きな世代。まあよかった。嬉しすぎるわ。こっちも泣きそうだね。泣きそう。ガチ泣きやん。ガチ泣き。乾杯。お前も泣けよ。嬉しいっすよ。俺なんかのために泣いてくれる人いるんだ。思いますよ、マジで。まあ。やばい、愛おしいんだけど。シュンさんが愛おしいんだけど。いや、本当に戻ってきてよかったなって思います、マジで。生きててよかったよ。いや、もう僕もよかったっす。生きててよかったなって。初めてレベルで思いました。いや、これ流したしかないな。いや、これは流しましょう。感動会、感動会。マジでありがとうございます。よし、まあ、編集覚えてもらって。ちゃんと名称覚えて、俺の元で稼いでください。明日も出勤やで目晴れるわ。だる。マジで、じゃあ、シュンさんの右腕を極めますよ。まあ別にいいからですよ。え？頑張って。自分のために泣いてくれる人、今まで出会ったことないし。本当にやばいな、マジで。喋れなくなっちゃうね。まあ、似てんだと思うね。これはマジで死にた時いっぱいあったから、勝手に、そうそう、勝手に重ね合わせたのかもしれない。だから優しいからさ、ジャガーは。まあ、生きててくれればいいなと思う。好きな人に優しくしたいよね。まあ、だから、優しすぎるかは、逆にホストは向いてないと思うけど、ちょっとホストはさ、優しいだけじゃ売れないからさ。まあ、そうですね。時にはね、そうそうそう、気にならなきゃいけないんじゃないですけど。まあ、戻ってきてくれてよかったし、まあ、練習とかも、別に、まあ、覚えてくれるし、けど、そういうこっちで、俺の目のところ入んで、生きてくれたら、俺は嬉しいよ。泣かせに来てるやん。なんなんこの泣かせ合い。友達もさ、別にいないし。しゅんさんすか。地元の友達とかさ、まあ仕事してたら仕事の仲間しかいないじゃん。うん、そうっす。ジャガーは辞めて唯一寂しかったなと思う人だったからさ。唯一あれか、友達かも。そうっすね、確かに。友達の感覚もありますね、確かに。ごめん、泣かしすぎた。
キモ止まんないじゃん。いや、一回大丈夫ダメなんだよ、俺。僕も後々一人になって、一人で泣くタイプさ。じゃあ今だけよ。なんでこれ取れたからか、それは。人の前で多分泣かないんすよ。マジで嬉しいっす。こんなになんか、必要としてくれって言って。まあ生きてくれればいいっす。乾杯。乾杯。いやーキモ。俺がキモいわ。前半のあのしょうもない空気どこ行った。撮れ高はあるんだろうけど撮れ高しかない。これ使ってほしくないね。自分で動画チェックして自分が泣いてんの見るの嫌だもん。まあそれはそうっす。自分の泣いてるとこは嫌っすけど、あんま見せたくないよ。これはマジ感動会っすね。こんなに毎月プレッシャー抱えて産んなきゃいけないって背負ってる俺が泣くんだからお前が泣けよ。何も抱えてねえお前が泣かなかった。泣くってそういうことですよね。しゅんさんも今までプロも始まって一人で背負って頑張ってることが多かったから、発狂すんだよお前。そうじゃないですか。まあ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 そうだね、まあ、言える相手はいなかったね。まあ、プレッシャーはあるけどね。でもそれは別にお客さんは関係ないし楽しみに行けるから。それはホスト側の英語を持って、しゅんさんはしゅんさんも優しいから言わないじゃないですか。これ楽しんでもらおうとしか思ってないじゃないですか。まあ、辛いとかないけどね。まあ今は一番前世紀だと思ってるし、辛いと思ってなくても、でも絶対ストレスみたいなのたまるじゃないですか。いやでもそれはないよマジで。本当ですか。この涙はマジで純粋にジャガーに対しての涙。仕事は別に関係ない。別に仕事は順風満帆だし、むしろいいプレッシャーだし、ね、仕事はこんくらいが。レイトがずっとこうやってナンバーワンチックでやってた時の件もしてこんな感じなんだろうなと思うし、むしろなんか心地いいけど、この涙だからプレッシャーとかは 100% ジャガー。え、今日もなんか最初から結構やばかったもんね。実際会った時ですか。最初30分ぐらいで泣きそうだったもん。泣かないようにしてたけど。嬉しいっすよ。いっぱい泣いてください。しゅんさんの泣き顔なんて見れないから今日は泣き顔みたいな。頼むか。飲みましょう。頼みます。同じ行こう。4杯目。酒がちょっと飲まされた。俺の思いはもう触ったと思う。もうそれはめちゃくちゃ伝えた。最近ジャガーも一周回ってそこで経験できてもういけないなと思って、必要としてくれてるところにいるのがいいよ。もう僕の骨をうずめる場所はここかなみたいな感じですよ。だからお前の言葉には信憑がゼロだ。ひでえよ。よくそんな信憑性薄いやつに涙流したのか。でもなんだかんだホストはお前の中でついた方だよね。そうですね、まあ、いいかな。なんだかんだ正社員としてというかちゃんと仕事で続いたのがホストがいいじゃないですか。そうね、割と続いたもんね、はい。なんかいろいろジャガーとかで喋って、それなんか考えようと思ったんですけど、あのジャガーに伝えたいこととか、俺の思いとかは、まあ、自分で動画チェックするんですけど、あの涙が全部、まあ、語らずして伝わったと思うんで、僕からは何もないで以上です。で、そんな感じなんで、
旬泣くんだね、感情あったんだねと思う人はいいねとコメントお願いします。あとチャンネル登録どの人はしてくれたら嬉しいですけど、まあ、どっちでもいいですね。ハート入れてくださいで、まあちょっと動画切ってからだからちょっと撮ります。皆さんありがとうございました。今日は第3回ただ俺が飲んでるのを見れてほしいでした。じゃあまた次の動画で。バイバイ。バイバイ。